Hi, Daddy. あなたのマリアよ。スペルは M-A-R-I-A。それでは、メガトン級武蔵クロス。やった。本日からですね、私、やっと、マジンガー Z のフラグが立ちましたので、マジンガー拾うまでガンガンやっていきたいと思います。そして、そして、まあ私も、何あの、そう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 。公式アンバサダーね、メガトンキムサシの公式アンバサダーをやっておるのですが、2000パワーズの相方、元新人もですね、メガトンキムサシの公式アンバサダーでございます。本日も、2人で出撃していこうと思います。それじゃあ、呼んでみようかな。おにやーはい、ということでどうも、元新人でございます。ですね、先日、スナックの女の子とですね、朝までカラオケ行ってたんですね。でね、そのカラオケでね、あー、ドラえもん歌ってほしいって言われてね、あー、そうかそうかと。ドラえもんってどっち？し？どっち？みたいな話をしてたんですけど、Q の方なんです。Q の方か、何があるかなーって考えてたらね、ほら、あれ歌ってほしい、あれ。あれ、あの、ひまわりの約束歌ってほしいって言われて、それ死んだからな、 3D のドラえもんだからな、それ Q じゃねえから、水田ドラやっていきますね。じゃあね、やっていきましょう。え、水たまりって何？水田わさびね。あ、違う、間違えたひまわり、ドラえもんの歌が、ひまわりの約束ですよ。あとはまさひろ。え、ひまわりの約束っていう、あ、ひまわりが歌ってる約束っていう歌？いや、ひまわりの約束って歌。やっていきますね。やっていきましょう。わかんなかった。どうしてって歌。わ、聞いたことないわ。でね、売れた。はい。そう、今回から、前回私、ゲッターロボのダブルトマホーク拾ってっちゃったね。関西人。拾いまして大喜びをしていた、はい、今回はマジンガー Z を拾って、ねえ、これさ、マジンガー落ちてるの、ここ？今ね、見たらハテナになってんの、ここ。ドロップアイテムまだ来てねえってこと、ここ、うん、全部ハテナなんだよね。じゃあやってみようよ。やってみましょう。で、まあ、前回の放送でいろいろなんかこうなんだよね、こうなんだよねって私言ってるんだけど、今回こういうシステムが追加になってます、なんだのって言ってるんだけど、全部おにやんの聞きかじりだから。うん、あ、いらっしゃいませ。あのね、なんかありがたいことに、その前回の放送を見て、あの、武蔵やり始めましたとか、おろろろろ、あと、アニメも見てますっていう、はい、あの、メッセージもいただき、はぁ、なんか後ろにちょっと待って。あ、そうでした。ちょっと待って。はぁ、はぁ、見て、見て、ちょっと、なんか来た。ロケットパンチ。お、マジンガーがいるじゃん。そのさ、なんかブレードを持たないでくれる、あの、グレートみたい。じゃあちょっと素手は無理だから。持たないでくれるって言っていいんだ。格好にしてみました。あの、ちょっとやっぱ持っちゃう、足も持っちゃうんだよね。で、ちなみに、相手、ただいまこのレベル50いくつ ?57。もう、あの、私の限界値を超えて、あ、いけないいけないいけない、あれにしようと思ったんだ、あれ、これ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 、痛い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 、このですね、この武器を変えて、これのが結局いいじゃんみたいな。お、どれ、お、ズマさんの、ヘイ。そう、我々ですね、私がね、ダーリンと一緒に FM ホッタ139でラジオパーソナリティやってるんだけれども、今火曜日なんだけど、金曜日の時代に
あのオニアンとね MMJ メガトン級武蔵情報部っていう2人がね公式アンバサダーになったので2000パワーズでねメガトン級武蔵の応援コーナーをやってたんだよ。やってたね、うん、メガトン級武蔵情報部ってやつ。そうやってた。副部長の元新人ですってやってた。そう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 、部長と副部長で私ねラジオパーソナリティ初の経験でしたからね。そう、お兄やんね、ラジオパーソナリティの初が武蔵のコーナーっていう。そうそうそう。武蔵クロスもね、こうやって配信されたことです。ちょっと行ってこうかな、それも。うん。そうこうしてるうちに何か出てきたぞ。出てきたね。なんだこいつ、なんだこいつ。大丈夫、それ向こうもそう思ってるから。あよ、こっちはマジンガー、なんだってんだ、マジンガーだよ。あたしゃマジンガーだよ。素晴らしい。あたしゃ神様だよみたいな。ですね、このチャンネルは昭和の放送になっておりますので。はい、あれか、もし若い方が見てたら、なんだろうって言って、いろいろ調べる。で、ちなみに今回これオンラインのね、オンラインのでパスワードでやってるんだけども、コメント欄にパスワード書いておりますが、パスワードは4126。はい、分かる人いるかな。だ分かるでしょ、それは。このチャンネルを見てる方々は。分かった。ちっちゃい子がビチビチと魚を持ってる感じ。分かるか。ね、伊藤に行くなら鳩屋に決めたなんだけど、でもあれ鳩屋さんなんで4126なんだっけ。良い風呂、海底温泉があるんだ。あ、そうなんだ。あれ電話番号じゃないんだ。4126は電話番号だよ。だから良い風呂でそういう風にこっちつけてる。ああ、そういうこと。良い風呂、海底温泉を売りにしてたんだね。へえ。はい、そんな、今回のオンラインのパスワードは4126。それね、鳩屋さんでしたね。あ、いらっしゃいませ。いいわね、たくさんおっちゃん方が集まってきて、はいはいはい、いいわよ。出た、あ、ゲッターゲッターが落ちるね、ここ。ちょ待って、ちょっと見る。ほう、やった、見て、ゲッターのボディ66。ゲッターロボレックスが落ちた。あとさ、トマホークダブルトマホーク落ちたんだけど、昨日。いいな。ここゲッターか。まあいいけど、マジンガーなのよ、探しているのは。そうなの。ゲッターはゲッターでいいけどな。ドリル装備して強引に2号機って言って新マッハスペシャル。あれ、どこでマジンが落ちるの、これかな。本当だ、ここゲッターロボになった。あ、全部ついた、ハテナがなくなった、全部ついた。ここゲッターだ、ここ。私全部ハテナだけど。あれ、そう、今出たの出たけど、ゲッターになってるよ。ファイヤーローダ、ゲッターロボ、ゴリラ、炎属性武器、必殺技とホース、ブーストと回避、ピンチ、ナックル、開発マテリア、全部埋まった。ちょ、お兄やん、ちょっと私の配信画面を見てみてよ。本当だ、ハテナだね。あらららら、これは埋まったね。この辺は書いてあるのにな。あ、ちょっと待って、マジンガー Z って書いてある。お、いいじゃんいいじゃん、じゃあ行くかい。あ、でも待って、ここもうやってないからやる。ちょっと一緒の時にやらないと死んじゃう。はーい。ね、なんだろうね、バグかな。バグなのか、まあネット系独特のそのちょっと遅れが発生しているか。ゲッターもいいよね。ゲッターもいいね。さあ、何がいいって、
ロボット何好きって言ったらもうみんないっぱい書いてくれそうだよね、コメント欄ね。そうそうね、ちょっとねマニアックな、あったマニアックなやつを書いたりする人もいたりするのよ。あ、ね、前回の放送だとジオウが出てほしいっていうので盛り上がったね。え、あ、ジオウじゃねえや、それ間違えちゃった、あのそれ間違えちゃった、なんかさガンダムの時のさ配信でさザ・ゼロとか言って遊んでたじゃん。ザ・ゼロ ゼロな、ジオウじゃ間違えた、ビッグオーね、ビッグオービッグオーね、あ、ビッグオーはだってぽいもんな。うん、ぽ、うん、い、うん、すごいそれっぽいので、あの、そんな多分それなんかラジオでも出てた気がする。うん、そう、すみません、本当ね、あの我々、いろんな配信をね一緒にやっておりまして、ガンダムもやってた時にね、ザ・ゼロっていうバンドを作ろうぜっつってジオと書いて、ジオと書いてそれは俺の友達の松橋くんの読み間違いだから、ただの松橋くんのあだ名、チュンノミの松橋くんなんだよチュンノミって。チュンノミにいつも上がるからだよ、松橋くん。なるほどね、チュンノミって呼ばれてた。よっしゃ、そうだよ、よっしゃちょっと危ない危ない危ない。このね、なんだっけ、この武器がね、アイコニックレジェンダリーのいいやつで、早く行けって。何の武器、いや 見たいなと思って。何の武器、え、これこれこれ、うん、ナックルね。そう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 、なんか紫色に光るナックル。うん、この色が好きよ、あのなんかバーのさ、なんていうのかしら、あの電飾みたいな。わかるわかるわかる、わかるね。いった、よしゃい。あとは、うん、そうね、なんかあれだって、マジンガーとゲッタの必殺技やっぱ開発しないとダメなんだってね。開発？カイロを開発しないとダメなんだ。どういうこと？装備を整えただけでは使えないってこと。どうすればいいの？回路を開発って何？あのマザーボードのさ、回路をさ、素材使ってどんどん開発していくとこあったじゃん。え、素材使うの？なんかそういう開発マテリアルっていう素材を使ってだね、いろいろそのこの技を、技のそのマザーボードのチップを開発していくっていう。ちょ待って、その話知らない。ちょっとちょっとちょっと。それ前作からやね。原作からそれ、姉さんがこれおもろいって言ってたの。なんだって、じゃ あのね、見たらあこれかって言うかもしれないけど、その名前と ね名前と一致しない。あ、そう、俺は忘れてる、うん、あのね、私は皆様に教えていただくタイプのアンバサダーでございます。はい、じゃあアンバサダーってさ、応援団だからさ、そう、あのこっちも詳しければいけないってことはないよね。うん、そうなの、そう、みんなに、みんなに教えてもらいながら応援したい。俺はあの中途半端な知識しか持ってない感じです詳しい人と姉さんの間ぐらいだから。そうだからね、うち2000万パワーズじゃなくて2000パワーズなのね。あ、こっち間違えちゃった。姉さんに毛が生えた程度、姉さんに毛生えちゃった。生えた、ビヨ、どこにかは知らんけど、ビヨ、あー、痛い痛い、もう、あれあれ、なんかあんま飛べなくなってんな。あー、そっかそっかそっか、ブーストがなくなってんのか。この後はもっとブースト増えてくんないかな。そういうあれを組めばいいのか、ビルドを。まあ大体マザーボードでもそういうのあるからね。マザーボードの買い、あのチップでなんか 50% 減みたいな。危ない危ない危ない。50% 減。ああ、食らっちゃった。うん。うん、今からやる方も全然間に合いまして、というのは、今、近くでですね、うちのダーリンがね、割と最初からやっておりますね。友人もね、まあ今日始めましたっていう人もいたしね。うん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 。そうそう、あ、もう
なこのモヤットモヤットボール、モヤットボール、モヤット、ああ痛い。わいいね、視界の端にマジンガーが映ってるっていいよね。おしゃれおしゃれ。ほっ、まずはロケットパンチ使えるのかな。ね、ロケットパンチ、うん、ロケットファイヤー多分使えるだろうから。今だ出すんだルストハリケーン。2番ね。2番。あ、ルストハリケーンあるだ。ルストハリケーン。でもルストハリケーン強いよ。強いよね。ルストハリケーンマガイ。よし。あれなんか強くないここ。そしてもう相変わらずなんですけども、この戦ってる最中はコメント欄が見られなくてごめんなさい。後でちゃんと見させていただきます。あ、ジムさんと選手いらっしゃい、うん、魔法、あ、いらっしゃい、見逃しいんだ。あ、あ、あ、ここか、行ってねえな。な、なんだ？え？の？お！クラブ。クラブ。クラ。クラブ。僕にだってできるんだ。わ、飛んできた。コンテナなくなっちゃった。なんだよ。紫コンテナがさっきいたのに。え、紫コンテナ？なんかコンテナを、コンテナキャリアだったかな、なんだっけ、コンテナ持ってる敵がいるんだよ。え、でその敵がさっきちらっと見えたんだけどいなくなってる。な、何その話。これも一応あの前作からあったやつで、宝箱を持って逃げていくっていう敵さんがいるんですよ。知らなかった。倒したらその色の宝箱が、3つもらえるっていう。知らなかった。だからあのオレンジ色のそのね敵が出たらもうそいつからはレジェンダリーが3つくらい落ちる。相当ダメージを受けてるみたいです。あれ、ちょっとあれ、歌舞伎、歌舞伎出ない。足、あの箱に足生えてるやつ、どうしたの。出ない、まだ溜まってないじゃん。そんな撃てーい。俺が先。俺が先。あ、ガンバスター出てほしいね。あ、それもありだな。ガンバスターいいね。ガンバスターもぽいな。で、ただでかいな。あ、倒した。イエーイ。倒した。どこどこどこ？索敵レーダーに反応なし。勝利です。エペックばっかり。いいんです、マジンガンが拾えれば。そう。まずはそこ。あれ、なかなか終わんない。終わんない。かっこいい。上、かっこいい。いいね。お、トロフィーをいただきました。見たか、合体ゲッターロボ。ゲッター揃ったんじゃない？ガッツガッツゲッターガッツ。あ、ここもゲッターだ。あ、ほらほら。ゲッターのまた足が出た。ちょっとくれよ一個。ほらほらほら、ゲッタートマホーク。いいなあ、いいなあ。また足だよ。あ、本当だ。ゲッターのライトアーム、これさ、私じゃあゲッター着てみようか。あ、いいかもそれ。揃ったっていうことはちょっといいんじゃない。すごいゲッ、なんかまあ、うん、合ってるけど、ゲッターを着るってすごいな。ゲッターを着る。着るっていいな。着るでしょうよ。どっから着るんだ、研究所。そうだね、研究所の、そうだね、この幻影外装。
で幻影外装でこれも、あ、そう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 、私ね、マジンガーのね、これだけ持ってんのよ、上だけ。あれだろう、解放した時にもらえる。そう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 、解放した時に。でもまあちょっと、鬼屋と同じになってもなんなんで、ちょっとこれをですね、あ、外装変更するパーツをだから、この今私、このガウディアアーマードボディを装備しているのだが、しかし、これを変える。これをゲッターに変える、うん、でこのなんか火を使うんでしょ、この輝くお米ちゃん。幻影水晶を2つ使うんだよね。使いましょう。ぽい。あ、やった、イエーイ。じゃあちょっとこれ手も変えていこうかね。これのあった、あ、これじゃねえわ、あ、これいいのか、これにして、オッケー。カスタマイズしてると口数が減るってやつ。うん、そうよ。これもうだってこれさ、レベル関係ないんだもんね、これって。外装は関係ないね。うん。そうそう。そう、レベルは関係ない。必殺技とかもさ、回路で開発するんだったらもういいじゃない。パーツ。レアレジェンダリーとか拾わなくて。え？どうなんだろうね。パーツを全部揃えてじゃないとその必殺技が装備できないとかあるのかね。どうなんだろう、どうなんだ、そうこうしてる中できた、できちゃった。なんかマジンガーって武器ってない、あれ、あ、間違えた私今ガルディア着てなかった。逆やった違う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 、あ、バカ。じゃあ、 あのドロップ率上げる方にしてたから、今ガウディア来てなかった。あ、そういうことね。え、バカなの、ね、バカでーす。ちょっと待って、どうすんだっけ、お着替え。まずちょっと待ってね、みんな面白いでしょこれ。ちょっと私も面白いわローグ、あ、違う、ゼロワンってついてるのが1番目のローグセットしてるアイテムなんで。あ、マイセットだよ、バカ、そのまんまじゃん、この普段着この普段着そっちにやらんとか。これを、はい、お、出た、イエーイ。これでどう？あれ？鬼やん？はいはい。どう？これいけるでしょ？いい、オッケーオッケーオッケー。これでいこう。で、ここって、あ、これゲッターか。もうゲッターは全部持ってるから、これは？よし、ここの雪原って行ってみよう。今度私はマジンガーを拾いたい。あ、ここ全部ハテナだね。うん、オッケーオッケー。まあスキン的な感じなのね。あ、そうそうそう、あ、そうなの。あ、ありがとう、みんな教えてくれて。野良猫さん、カスタマイズは楽しいからねって、全くその通りねえ、おっしゃる通りでございます。なんだろう、あのさ、着せ替えはそんなでもないけど、このロボットの着せ替えだとめっちゃ楽しいのね。楽しいよ、ね、これ、うん。はっ！見せろー。あ、見えた。曲も違うの？曲は一緒です。
あ、今、今ね、聞こえた。ちなんかこれ、これさ、ドリル、あ、ほらほらほら、2号機、2号機、2号機。2号機、2号機。ドリルや。ゲッタードリル、ゲッタードリル、ゲッタードリル。でもな、これ射撃、射撃の衣装なんだよな、実は。マシンガンっぽいの使ってて、スパロボ出てきたやつ。ああ、なるほどね、あのガトリングガン、なんか謎のね、なんだっけ、ゲッターマシンガンじゃない？ゲッターマシンガン。なんでもゲッターつけとけばさ、いいみたい。そうそう、もう何でも。ほらほらほら、これでこれで新マッハスペシャル。よし、こっちもミストハリケーン新マッハスペシャル。ハリケーン、よっしゃー、ルストハリケーン。これまだミラージュまで行かない。歌舞伎使ってんじゃん、あれだよ。シャインスパーク使ってくれ。おお、シャインスパーク。そっちの姉さんの歌舞伎はそうだよね。そう。あ、箱発見、緑の箱発見。箱的、箱的。そしてですね、この雪のステージってなんか変わるのかな。得意な、なんていうの、有効的な属性が変わるとか。そんな、あ、スクランダーカッターないのかな。あー、そうじゃん、スクランダーカッター。あ、でもゲッターさ、何で飛ぶのかな。あ、そうね、ゲッターって飛んでたっけ。普通に飛んでたよね、ゲッター。飛ぶ飛ぶ飛ぶ、普通に。ちょっと特にないですって。マジンガーだもんね、飛べないのね。とちゃんとね、マジンガースクランダーもあるからね、ジェットスクランダーがあるから、ちゃんとそれも拾えたからよかったわ。え、ジェットスクランダーもあるの、ちょっと拾 う。ジェットスクランダーはあのブーストユニットで拾えます。背中につけるやつね、あのブースト力を上げるやつ。あ、そうか、ブーストって背中のか。そうそうそう。でも背中はね、幻影外装ができないっぽいんだよね。やろうとしたらできなかった。え、だからもう普通にジェットスクランダーレベル70かな、これ。お、そう、危ない、新マッハスペシャル。ロケットパンチ。はい、いらっしゃい、痛い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 。いらっしゃい、魔法。ちょっとなんかあのハリケーンの技ないかな。大切断。うお、すげえ。僕の計算に狂いはありません。なんか違う、こんなに違う。なんか新しいマジンガーで、すごいそんな大きいパンチのなんかあったよね。あった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 。記録150ぐらいですかね。もうすごい、このでもなんだっけ、あのゼロ X も、まあ、私好きなんだけどね。プロトタイプ、うん、なんか何でもそうなんだけど、私プロトタイプ機好きかも。あー、確かに試作品なのにな。うん。なのになんか、なんかな、いいよな、プロトタイプ。あのプロトタイプの外見が好きなのが多い、いろんなこう作品見てると。はいはい、うん、そうなのよ、ゲッターなんですよ。また似たようなやつが来た、テトラブローグが。そうだよね、音楽、音楽はね、ブーストハリケーン。あ、避けられたブーストハリケーン。いくぞ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 。あ、こう滑るんだ、今知る。いけ、ゲッタービーム。私のデブ。ゲッタービーム中。ゲッタービーム中。ゲッタービーム。エセゲッタービーム。
そうよ、これイマジネーション、イマジネーション、そう、てめえやりやがったな。お、来たブーストハリケーン、ターゲットへのダメージを確認ちょろいぜ。まあ我々のね世代のマジンガー Z ってそうだからね。きた、ね、ゲッタービーム。ムがムがポイント、ね。そう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 。ムがムが入るのがポイント。そしてドリルを装備していて、ゲッター3どこ行った？ゲッター3は。やったか。お、やりました。索敵レーダーに反応なし。勝利です。お疲れ様なのじゃ。では帰る。サスマックとかないのかな。あ、そんな話する？行こう。私スパロボで絶対テキサスマックマックスにしてマップ兵器つけるよ。俺もしてた気がする。1のマップ兵器。隣に行かないと。さてさて、あれ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 、ない、出ないのかな。今同じ発想自分の引きの弱さとは思わない。そう思わない、思わないよ。大切さおろし欲しいな。ちょっとこれ、これどうなの、これ。あ、出ないって、ここ今のところ、今のところ出ないって。うん、あ、本当だ。ここがまだハテナなんだよね。どういうことかな。ここも、あれ、あ、ゲッターのガトリングってチェンジゲッターロボの方なの。え、どれだ、体がパンチになるやつかな、新魔人が。あ、いや、ゲッターにはガトリング砲が似合うっていうコメントに対して剣王さんがうっかりさん、それはチェンジゲッターロボだ。あ、だからチェンジゲッターなのかな。とかあれか、これクリアしないと見られないんだ。うん、そうよ。なんだよ。じゃあマジンガー1個しか取れない。この面しか取れない私。04、開発していくか、開拓していくか、開拓、まあ、やってないとこ開拓していくか。あれ全部同じなんじゃないのこれ。このなんていうの、同じとは出るものが同じじゃないこれ。あ、難易度でってこと。うん、難易度では変わらないじゃない、このステージだよね。そうね、難易度ではどうなんだろう。だからひたすらここをやりたい私つまり超ド級ミッションだと難易度も変わってくるんだよね、うん、え、超ド級ミッションでマジンガー出んの。あ、分かんない多分出ると思うけど、だから超ド級ミッション、いや、これちょっと無理だぜこれ何言ってんの、無理だぜ。じゃあマジンガーひたすら拾いに行くのもいいよ。だって今日はマジンガー Z が欲しいのかい70。ああ、その同じ面をずっとやってるやつで当てるし、あとは他の面でやりやすいところがあるかもしれないし、うん、いや、あのね、この面しか、私が今出る面の中でこれしかマジンガーが出ないのよ、うん、あの他の開拓しない面、あ、そこでもう難易度全部やったの、難易度全部、それさ、難易度じゃねえや、面は全部やったの、他の面はハテナのところは全部やったの。うん、やってない。あ、そのハテナのところどこでもどの難易度でもハテナ、どの難易度でもクリアしてない面
は検索にかかんないじゃん。あの自分がクリアしたとこかっこいいな、おい。自分がクリアしたとこじゃないと出ないんじゃないの、あのストーリーモードで出していかないと。そんなことないの。フリーミッションってあのストーリー始めた時から結構あるからさ、前作のフリーミッションとかがあるから。あ、でもどうなんだろうな、どうなんだろう、そのストーリー進めた後に出たミッションでしか出ないのか、うん、それとも今までの普通のフリーミッションでも出るようになるのか。あ、前作のフリーミッションとかさ、ちょっと見てみようか。マジンガー Z ってでも書いてなかったらダメでしょ、落ちないでしょ、書いてなかったら。その前作のフリーミッションもこうパズナになってるかどうかちょっと俺マジで確認するわ。うむ、その辺がちょっとね、また新しくなったから一新されてるかもしれんからな。ちょっと見てみましょう。わーい、硬い。3桁しか与えられないパンチで。だってレベル71だもんね、これ。私より過ぎた力ですよ、71って。もうすごい、なんか格ゲーでやったらもう大批判されそうなプレイをしてるけど、私壁に追い詰めてハメハメ、壁ハメ。そうか、しょうがない。もうなんか小学生が100円のお小遣いでやっと入れたから絶対負けたくないみたいな。小学生が100円握りしめてやってすぐ終わっちゃったら泣くよ。前作データを引き継いでストーリーを進めてフリーミッションが増えた。まあ、フリーミッションは確かに増えてる、ただその前作のフリーミッションでマジンガーが出るのか、そう、ここ知りたいところ。本日の配信タイトルはマジンガーを集めたいんよ。すごい、もうこの円沿いを回ってるからね、私。あんたもうマジンガー拾ったらええやんの回です。そう、マジンガーを拾わせていただく。私が一番好きなロボットはマジンガー。いや、でも武蔵と悩む。武蔵もね、あの一目惚れだからね、可愛いって言った。武蔵いいよな。うん、武蔵いい。よいしょ、ロケットパンチ。危ない危ない。かっこいいです。これレベル71だからね、私のレベルよりも高い。イエーイ。倒るな。来るな。あ、箱がある、箱。え、皆さんもやってらっしゃいますか？楽しいな。こうやってやると。そう。目的を持ってさ、これ拾うってやるのはもうハクスラの基本ですよね。ハックンスラッシュ。何そのなんかスーパーファミコンのアクションゲームっぽい名前。ジョー&マックみたいな。ジャックンポップみたいな。ジャックンポップみたいな。ファミコンか。うん。あー、やべ。ハクスラとは。ハック&スラッシュの楽だって略でございます。つまり。ランダムの性能を備えるアイテムをこう自分の好きな性能の武器を拾うまでやり込む。同じ武器、同じレベルで同じ名前の武器だからって性能が同じではないってことでしょ。そういうこと。例えばこっちの武器はクリティカル率が 3% でクリティカルダメージが 5% なのに対し、こっちはクリティカル率がついてなくてクリティカルダメージ率が 10% だったりとか、同じ武器でもそういう違いが出てきてしまうわけですよ。もうマッチングだよね、マッチング、うん、自分の好みの子に出会うまでマッチング、うん、マイチング。ここがな、ここがちょっとな、あーでもこの子だとここが許容範囲だからまあいいかみたいな。それ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 をもう、うわこの子すっげえもう
大好きになるのはなかなか難しいかもしれないですね。もうこう一緒にいるうちに、ちょっとあれトマホーク持ってなかったっけ私、あれ持ってないな、トマホーク装備したいよねどうせだから。いいですね、あの各々このロボ、あここかこいつか、ちょっとこのロボット出ないかなっていうのいいよね、みんな書いてってくれの。パイロットとしてもみんなの役に、あ、だーこいつかー、これ倒せるかこいつ、あえあ、ちょ、なんか待って、ゲッタービーム撃ちながら私すごい減ってんだけど、なんかされてる、うおお、かっこいい、すげえ、すごい、どれくらい減る、全然減らない、ちょっと、ま、なんか私も減った、なんでやねんこれは知らんがなよ、あそっか飛ぶんだったな、ここめんどくさ、よいしょ、発射、えい、スープラストゥー、おさあ行きますわよ、出た、シャインスパークだ、シャインスパーク、あ、違う違う、ゲッターシャインから言わないとダメだ、あ、そうだそうだ、ストナー使って、ストナー、歌舞伎ゾーンって何、歌舞伎ゾーンって何、え、なんすか、多分ダメージにあれだろうね、バフがかかるんだろうけど、いて、これどうすればいいの、そうだ、これの防ぐ方法が分かんないんだよな、バフかかってるか全然当たんねえぞ、あ、バフ終わってるわ、どこ狙えばいいんだ、あ、飛びゃいいのか、へい、この攻略を知らんからこいつ、2000パーズにこの攻略法を教えてください、教えてください、私まだそんなにやり込んでません、痛いのね、まだそんなやり込んでません、なんでエノンなんだよ、早く30コンボでヒットポイント回復に修正してほしい、あ、そうなんだよね、なんかバイなんかいっぱい打たれてる、トマト、今トマト祭りだった今、あるけど、この砲台を壊せるんだよね、砲台壊せる、しゃ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 、うお、全然だ、あ、まだもうなんだかんだ言って半分近くは出た、しゃ、なんだかんだ当たる、ミリで減ってるな敵のミリで、まだ半分いってないんじゃない、あ、これちょっとこのビリビリダメだ、ビリビリ、慌てずに体勢を立て直します、そうしましょう、よしよし、ゲッタービームだ、ゲッタービーム、ゲッタービーム、ゲッタービームだ、今回は射撃での TP アップが減少されてる気がする、だからね、それだよね、全然 TP たまらんもんでしょう、私射撃メインなのにな、もうちょっとこう射撃にもどっかこう利点を、みんな切ってくのからかな、この ドド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 ド
なってないっぽいね。
あとちょっとじゃん。あ、ね、どうなったらさマックスになってんのかさよく分かってないんだよね。歌舞伎って出てくるでしょ、文字が。あのメーターのとこに出てこなかったけど、歌舞伎。あった、あった。あ、出てきてる、出てきてるよね。歌舞伎じゃない、速度？これ何？これでいいの？これチカチカ点滅するよ。もうさ、お前何ヶ月やってんだよって。あら、いらっしゃい。あのね、でも私ぐらいだったらまだまだ皆さんあの追いつけるし、しかもね、まだ始めたばっかりの方だったら私お手伝いすることができるので。そう、配信でね、初心者大会、私も初心者だからね、ほとんど。まあ、俺も初心者に毛が生えてたもんだから。毛生えまくりか。そう、それでもね、全然できるし、すぐ追いつけますよ、本当、私。これぐらいにはね、すぐ慣れる。そして、やっぱりね、武蔵やってる方々、うわお。優しい方ね、多いなって思うので、一緒にね出撃して手伝ってくれる方も結構いらっしゃるので、とりゃーちょっとダメだ、突っ込んでたらバリ貼られた。同じく。だってすれ違ったもんね。こっち来たみたいな。うわうわうわ、危ねえ危ねえ、危ないなこの人。嫌だわ、あれがすごい嫌なんだよな、これが。あっ、しょう、前みたいに必殺技の無敵時間を使ってかわすっていうことがなかなか。そうだね、これどうすればいいの、これ、これまずいよ、これ、これ、ああこれのね、わかんないね。どっから撃ってくんだあれ。これ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 がすごい嫌。この子が嫌、この子が嫌、この子が嫌。この部分を、この部分を、この部分を壊してやる。やっちまいな。もう、うんって曲げたい、この銃口をうんって曲げたらさ。でもこれさ、歌舞伎って書いてあるんじゃない、これ。こう、まだ全然ダメでした。歌舞伎いつ出せんのか分かってないからさ。歌舞伎はなかなかね、1戦闘で2回は難しいですよ。あ、しまったしまったしまった、バリアだ、だーい。ちょっとバリアどこじゃない、これ。はあ、終わった。嘘でしょ。あちゃー、ね、あれどうしたらいいの、あのビッグウェーブ、ね、あのビッグウェーブをどうしたらいいかがわからないんだよね。あのね、とりあえず AD ってつくフリーミッションにはマジンガー&ゲッターなさそうですって。はあ、そうか。ここの70これクリアしたい。もう少しだったのにな、惜しかったな。あのビッグウェーブの回避法さえ分かればなんとかなるんだろうな。ニソさん、まだ武蔵とか、武蔵始めたんだ、始めたばかりの自分には知らない世界だこれって書いてある。まあ、そうよね。二人で同じトーン。ちょ待って、技変えるわ。インフェルってことは、そうか、まだ武蔵クロスに行ってないってことだな。あ、ババアすっかり忘れてた。それ回路開発してないわ。それそれ。そういえば。それ。さっき言ってたらそれ。それ。どうしよう、その人何が弱点なの？まあ、なんだっけ、打撃系だね。打撃系とか、なんかパワーだっけ、なんだっけ。いやそのパワーじゃなくて、パワーじゃなくてさ。
お、竜巻を起こして大雪山おろしがあるじゃん。ナイツオブグラウンドはね、斬撃なんだよね。でもでもね、ナイツオブグラウンドは結構使い勝手がいいよ、他のとこでも。じゃあ破壊でやればいいってこと？そう、破壊だね。破壊ビーム、破壊パワー、スマッシュパンチ。赤破壊の赤、赤バカみたい、赤ってバカみたいに言ってるけど、フラッシュピストンマハパンチ使いてー、フラッシュピストンマハパンチ。ない、使いてー。ちょっと待って、俺もじゃあちょっと装備。これは数秒間非ダメージが軽減され、バフを与える。あ、破壊炎あるじゃん、ドデカロンダイブ。ドデカロンダイブはね、対地なんだよね。じゃあ、あれ。あ、そう。上に乗っかってやればいいじゃんって思ったけど、バリア張られたらダメか。妹メガトンパンチが破壊ビームか。ダメだな、破壊ビームは。破壊の炎があればいいのか。破壊の炎だな。メガトンバスター。え、カリストクラッシャーは。カリストクラッシャー空中で発動可能、破壊炎。カリストクラッシャー TP2 だね。お、衝撃波で周囲を巻き。ちょ、これやってみるか。一個、もうちょっとカリストクラッシャー入れとこう。インフェルノブラスターだけど、多分これダメだな。ビリビリゾーンって何？名前大好き。ほんまや、ビリビリゾーン。空中に電磁ネット、飛行する敵に有効。違うな。あー、数秒間非ダメージを軽減するバフを与え、耐久値を徐々に回復。インパクトパンチも破壊炎。難しいやつ。破壊炎ブレイジングタックルちゃうね。 TP5 の必殺技が欲しいね。お、破壊炎あるじゃん。デストラクションブレイク。デストラクションブレイクもね、あ、空中で出んのか、あれ。デストラクションブレイクどうなんだろう。え、やってみるか。あ、確かね、それ突っ走るやつだと思うんだよな。走ってみる。三国無双の関寧の技なんだな。関寧、しまって、チャージ、これも見直すか。フォーエクステンダー、フォース状態の、フォース状態っているか。フォース状態は結構大事よ。いる。ジャンプと空中ラッシュ攻撃のブースト消費量を軽減する。あんまピンとこないんだけど。あ、バフ探してんのか今。うん、なんかちょっとでもあのパスがあの数字になってるってあ、そうか。クロスリリースの前日に無印クリアしたので、クロスのシナリオにはもう行ってるか。ああ、なるほど、すごいな、準備がいい。パスがあの数字になっとる。そうなのよ。いや、レアドロップ上げてるもんな。これちょっと持てる限りを結構やってるんだよね。はー、あれ変える。うん、ちょっとごめんね皆さん、ちょっとあの、なんとしてもこの70勝ちたいのよ、これ。パイロットさ、これ2人乗りだけどさ、1人のしかダメなんだもんね。そうなのよ。何なのもう。あれ？マザーボード回路開発。はっ！ロケットパンチとか、ちょっと待って！オーマイガー！ちょっと待って、マジや、もうあるの？え、
そこまで俺ストーリーあれから進めてないからな。マザーモード回路開発だな。ロケットパンチなんてあるのか。いやー今ですねこれものすごいことになりました。条件を満たしたので新たな回路が開放され、ロケットパンチどこ、ロケットパンチどこ、ロケットパンチどこ、ブレストファイヤーとロケットパンチあるやん。ゲッタートマホーク、ゲッタービームもある。だからそれだよ今やったの。開発条件満たしてません。どこなんかあのぐちゃぐちゃってされちゃって分かんなくなっちゃったんだけど、どこ、あ、開発条件と資材がない。あ、え、ねえねえ、どこなんかぐちゃぐちゃぐちゃってされてどこにあの、ね、リストで見ればいいと思う。四角ボタンを押してリストにしてみてみ。素晴らしい。あ、開発できないわ。どこにあるの？リストで左から2番目に合わせて、じゃあ右から2番目のね右と左全然違うじゃねえかよ。右から2番目だったマザーボードのリストのさ、カテゴリーの右から2番目合わせると必殺技。あ、びっくりした、サザンクロスナイフかと思ったらサザンクロスエンドだった。おい、ゲッタートマホーク、ゲッタービーム、あ、ロケットパンチ、これあグラビティ真空管っていうのがない。そうなのよ、同じく何よグラビティ真空管って何よ。レア素材か、今回から出たやつだな多分。グラビティ真空管とポリナーソレノイドを探さないかのと、その辺を探さなきゃいけないかな。ポリマー、ハリケーン、闇を破って、わかる、伝わる伝わるまあ、まずさ、じゃあ、ま、いやちょっと待って、デケデケデドテちょっと出発しようと思ったけど、まだちょっと上げられる場所あるんだったら上げてった方がいいよね。わあ、なんだよポン、なんだよ、なんかグラビティ真空管ってなんだよ。へえもうへえとか言って射撃攻撃が上昇する、私には必要。ここで何、ひょっとしてジェットスクランダーを拾おうとしている。いや何が出るか知らないからさ、とにかくマジンガー Z って書いてあるからそれを拾おうとしてるだけ。ジェットスクランダーが出ますね。いや欲しい欲しい欲しい。あ、ちょっと待って、出ないかな、ちょっと待って、なんだよごめん嘘、ざまごめん嘘、俺自分の装備見てた、ごめんごめんごめん。ちょっとこれ炎属性上がるならいいじゃん。ここ何、メガトン級じゃないとマジンガーゼットは出ないの？メガトンレベルじゃないと。嘘でしょ。いや、メガトン、例えばレベル下げるとかさ、敵の。あ、でも70のあれが欲しいの。どうなんだろう。いや、ちょっともう一回挑もうよ。はーい。ちょそのために今ちょっとなんか上がんないかなと思ってちょっとでもなんかやってんだよこれあ、野良猫さんに自慢だって突っ込まれた。え、なんの、なんのジェットスクランダー、ごめん、自分のジェットスクランダーだったってさっきの間違い、自慢かみたいな違うのよ、そんなんじゃないのよ。ガードブレイクショットっていいじゃん。いいね、ガードがブレイクするショットだよ。頭悪いよくわかった、入った今のでガとスルーこれなー、あと一人、あと一人入れたら。何が推奨戦闘力51万7千で2人ともクリアしてんだよ、そこはよ
ち70万あるのによ。いや、ちょっと待って、武器これでいいのかな。離れるか。でも離れるとさ、射撃じゃたまんないよね、そんなにね。突っ込むか。あのバリア張ってる時以外突っ込んだのかな。あ、そうするか。パンチでバキバキ行くか。あいつ、射撃じゃなくてパンチの方。よし、昭和の主人公らしい作戦で行こう。突っ込む。多分なこの武器もいけないんじゃないかな、私の。そう、お兄は70万あるからね。なんだかんだやり込んでたんだから、なのに倒せないと。大きさ見て、このマジンガーとゲッターの共闘。でもこれはメガトン級武蔵です。いいね。いや、こうでなくちゃメガトン級、メガトン級の戦い。よしよしよし、行こうぜ。アッパカッ。ねえ、これさ、どうやってコンボ出すの。コンボは別に連打でいいんだけど、なんか、間違えちゃった。出ちゃった。なんか出ちゃった。なんか出ちゃった今。処女か。なんか出ちゃった。処女か。なんか出ちゃった。ちょ、なんか誰か私に対して発砲した、許さない。タイガーアパカ。イエス、サガット、サガット戦法。あ、誰か大きくなっちゃった。大きくなっちゃった。僕も他のアンドロイドの融合したの。ほらほら、うわ、使いづらこれ。あかん。これあかんね。どれ？ドデカ、ドデカロンダイブ？なんだかな、ガイスト、カリストクラッシャー。すげえ、なんかあの昨今のプロレスの技でありそうな名前。ありそうだ、ね、ありそう。使いづらいなこれ。これなんかさ、あの打ち上げってどうやんだっけ。打ち上げなくてもこいつ空中の敵だった。イエーイ、まあ、打ち上げは、L2 をしながら攻撃すると。打ち上げとかガードブレイク。あ、なんか待って、すげえ食らっちゃった。痛い。ここで死ぬわけにはいかない。もう使っちゃった。でっかいの任しといてなんだけど。アパカ。うわー、こっからやったら私がやっつけたみたいになって、イエーイ。あ、プレゼンタリー。あ、いいね。ねえ、これ取らないの。これまだボスで取っとくか。なんやあいつ、突っ込んできやがった。ダメだろう、飛行タイプが突っ込んできたら自殺行為だろそれ。ちょっと慎重にヒットアンダーウェイで。このさ、射撃モード知ってる？あれガウディアでしょ。あ、ガウディアしかできないの。うん、ガウディアしかできない。あ、そうなんだ。ガウディアで揃えとかもできんはず。あれは何みたいなやつだろ。何なの。あれはなんか、なんか強いんでしょうね。走行なんかひるまなくなる。ああ、そういうことか。ああ、スーパーマンか。スパークブラスト、すごいロケットパンチ欲しいよ。いや、欲しいよ、はい、欲しい。完全にやる気になるよね。ひるめ。うわ、ガードしやがった。危ない。ノノノノノ。あ、
これ端っこだった。あぶね。よし。ちょ、あの、自分的には頑張れた、今。OK。うん。それ大事よ。OK。そう、もう、あの、比べたらカスだから。私のできる限りを。ダイナミックアタック。よし、あれ、あれ拾いに行こうよ。あ、まだまだか。これこれでいいやもん、これで。マルチターゲット効いてんのかな、これ。ねえ。うわ。必殺技を使うといいのじゃって言うけど。なるか当たんないようにはね、頑張ってる。当たらないっていうことを今、まあ、ちょっと目標に頑張ってるんだけど。お、ツリーさんが追いつくために修行しなきゃって言って。いや、ツリーさん大丈夫でしょう。お、ツリーさん待ってるぜ。早く追いついてきて。なんつってすぐ追い抜かれそう。そう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 。釣りさんお願いしますか。いっそ。あの釣りさんが何の武器を選ぶのかっていうのも知りたいよね。このやっぱこれはさ、好みが出るじゃない。好み出るわ。私これでいいのかな。あ、まあ今一番強いの装備してるか。銃なんで戦闘中に確認すんだよ。今銃口を覗き込むような感じで弾入ってんのかなって言って、片目つぶって銃口を覗き込む感じでチェックしちゃったから。今みたいな。そう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 、来たー。来たぞ。突っ込んでやるから。勝つ。なんかさ、バフが落ちてない。バフ落ちてた。うん、ちょっとあてくし、これバフじゃないの、違うの。パイロットとしてもみんなの役に立ちたい。私もみんなの役に立ちたいでしょ。どこだっけ。そうそう、それ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 、これか。うん、ディフェンスアップと。わお、来た。バフ取ってすぐの歌舞伎ファンクションやっとこうかな。きたー、これかっこいいよねー。これかっこいいわー。ターゲットミサイル、オメガ。よしよしよい。おー、ちょっと減った。ちょっと待って、あ、間違えて捨て身になっちゃった。違うわ、まあいいか。ファイヤー、あ、ポチッとなっと。よいしょ。 OK。 さあ、よーし、ゲッター社員、社員スパーク。どうどう。あ、銃とか。ちょ、あ、嘘でしょ嘘でしょ。銃とかだよ今のねえ。嘘でしょ。え、14999999999って嘘でしょ。バリアだからだ、出すあれが悪かったんだ。危ない危ない、バリア張られてた。危ない危ない危ない。ふう、危ない危ない。隙あらばバリアか、これやろう。このさ、バリア係の人上手だよね。上手。上手。上手。ババババババ、これどうすればいいの。耐えてくださいって。いやー、打ってる間にやられるじゃん。わ、1111111111、あ、バババババ、これはダメだ、直撃だ。大暴れ？これどう？どう？
いや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 、そんな弱音を吐いてる間に叩くんだよ、ほらよっしゃもう2秒ぐらいで回復した2秒ぐらいでやることを思い出した。弱音吐いてる、口あんだら指動かせみたいな。それそれそれ、根性見してみろ。それだほらこれで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 こうすればいいんじゃない。 ここでなんか当たってんのかな、わかんないけど。あ、いいじゃない、そこであれでそうしたらね大丈夫なのよ。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。当たってた今、知らん、もう知らん、もうそう、あの技を出したということにこれ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 、連打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 。あ、なんかバリアバリア食らってる、バリア食らってんねこれ。あ、出れないバリアから。あ、そうか、死んじゃったからだ、どうしよう。クーなんだけど、これもうちょっと慎重に戦えばよかった。あ、痛い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 。何これ。すみません、復帰しました。今の何？いか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 。どこだどこだ、次どこだ。ヘディエーションブラスター。あった、ここだ。じゃあターゲットできる場所はどこかな。バリアだ、バリアバリア、あぶね。必殺技、しゃあだいぶ減った、もうちょいもうちょい頑張ろう。これなんかさ、引き寄せられる、このバリアって。どうなのかな。あー、これ正面から食らってない、あ、届かない、届いてない。どうだ、おっとやった。あれだよ、万歳アタックしかねえんだよやったー。倒した回収、え、あ、回収どこどこどこにあんの。あ、ちょっと待って、ここだよここだよ。取れたもうこれさ、取れてなかったら最悪だよこれ取れてなかったら最悪。とりあえず入れ替えた必殺技は無駄だということがよく分かったな全然意味なかった、意味なかった、うん。あ、またジェットスクランダーが手に入った。あ、ランスが出ましたね、ハンマー。あ、ハンマーいいじゃん。ハンマーってちょっと、あ、なんかマジンガー選いでたぞ、ここ左右手に足が出た。あ、マジンガー Z ライトアーム、よっと、いや欲しいけど、これもう一回あんのかこれ周回するのか。何これ、マジンガーナックルって何これ。武器あるじゃん、マジンガー。マジかよ。あ、やったー。じゃあこれちょっと早速外装してこようかな改装してこよう。え、マジンガーナックルなんてあるんだ。あ、ちょっと早くもらおう。マジンガーナックルいいの。でもこれもう一回やんのこれえ、マイティーマーチ。あ、ちょっとどなたか参加しませんかなるほど、そういうあの必殺技があったな。これもう一回やんのか、欲しいけどな、けどじゃねえんだよ、やるかやらねえかだよそう、あ、ちょっと可愛くない、これ可愛いですね。このデカール貼っちゃおうか。あ、ダメじゃん、武器外装できないじゃん。
このヘビーセーバーやめようか。あ、ダメだ、武器は外装ができない。そら同じとこやるんだったらこの武器変えれんな。クソ、きつい。これだと総合上がるんだよな。あ、そっか、ナックルもう一個持ってきゃいいんだ。うん、どう、マジンガーナックル。まあ、あの、顧問なんで弱いんですけど、全然。全然弱いし、見た目はどうだ。ちょっと待ってよ。あー、なんかマジンガーっぽいね。でも、こんなナックルってあるの？見た目はそれっぽいけど。色とね、見た目はそれっぽいけど、こんなナックルあるんだ。これ鍛えるか。ボスになったら変えればいいか。あ、ボスボロット。ボスボロット欲しい。私サイカちゃん欲しい。じゃアップグレードかなんかするか、今の持ってるやつを。あ、オーバーリミットとか。うん。アップグレード。え、いくらよ。1、10、100、1000万、10万。これ何、開発費用って何、これランクアップ。あ、ランクアップ。あ、あ、俺ダメだ、俺できねえ。え、なんで。ね、コアがない。オーバーリミットできない、コアがないから。ボル系のコアが1個あるけど、何これ、1個しかないの、これ使っちゃっていいのかな。武蔵コアがいるのに、武蔵のコアが、しかも59から1。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってね、今ね、今いろんな現実に、あ、これやってこうじゃん。これ強化してない、1回も。ちょっといいんじゃない、これ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 、いこうこれいこうこれいこう、これせめて10、あれ10超えるとなんか特殊な素材が必要な、アップグレード、あ違う、オーバーリミット。このまんまだと20を超える、21を超えるときに、だから21にするとき、20から21にアップするとき、だから20を超えるといる。ほう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 。コアはどうなんだろう。あ、でもコアもいるわ。コアもいる。マスオ。コアがいるのかい。いるいるいる。マスオじゃないんだよ。崩れすぎて。できないって辛いわ。ちょっとアップデートはできないのよ、最大レベルだからさ。あ、そっか、まだ私そこまでやってなかったので。防具も、防具こそやらないとダメなんじゃない、あなた。あ、9やってる、あ、8やってる、8やってる、結構やってるやってんじゃん。うん、これ誰が装備してんの、白狼。これいいじゃん。ちょっと待って、没収だな、武器。ショットガン。これなしだ、これ。誰かのちょうだい、これ。これだな、これと交換しよう。本当これちょっと誰かのハゲ取っちゃったけど、よし、これでいくか。あ、これ、これちょっとゲッターっぽいよ。バズーカじゃなくて、これでいくか。これでメイン、メイン武器、これのこれ、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 これ。
よしよし、近接攻撃力上がったリンク。あー、ダメだ、アップグレードすらできないよ。じゃあもう私が頑張るしかない。怖がないよ。え、こっちの方が上がるじゃん。こうやってどうやったら手に入るんだよ。え、ジャロってなんじゃろ。嘘、大げさ、紛らわしい。そんな時はジャロ。つながった。古いのよ。ジャロ。ちょっと待ってよ。これを強くしたいんだけど、ちょっと今ねできる限りのをやってる。もう手が出ねえす。あ、マザーボードでもちょっとやってみようかな。あれ、ジェットスクランダーは強くできないんだ。できないね。まあ、どっちにしてもジェットスクランダーあれでしょ、レジェンダリーじゃないでしょ。うん、パワーアップはレジェンダリーしかできんからね。あ、そうそうか。そうだ、もういろんなことがさ、いろんなことが夢中になってて、もう見えなくなってる。強化に失敗しました。いや、マザーボードお任せにしてみよう。あー、なるほどね。ちょっと戦闘力上がった、ちょっとだけ。わ、ガウディアアーマードコア、コアがかなり、これコアがない時代にさ、ガンガン上げといた方が良かったのでは。俺もそう思った。俺でもほとんど、あ、そう、今使ってるやつはもう全部さ、前作で上げれるとこまで上げたから。あ、素晴らしい。ほとんどだけど、まあちょっとね、60万まで上げたわよ私。お、やったね。ちょっとこれでもう一回同じところに、ちょっと混じれる方いらっしゃらない。俺戦闘力下がってるやんね。あ、武器1個変えたからか。よし、60万8010。いや、頑張ったんだって。俺、あの戦闘力1万ぐらい減ってます。え、なんで。あの武器を1個さ、変えたのよ。うん、ただメインの武器は変えてないけど、うん、サブの武器を変えただけでも、ね、総合戦闘力下がるから。はあ、どこに影響があるのかよくわからないけど、多分影響ないと思うよ。ただ総合的に見るとあれだけど、武器同じの使ってりゃ特に変わらないと思うんだよね。はあ、はあ、オッケー、よし行くわ。ただマザーをいじったからその分上がってるはずなんだよね。でも差し引いて下がってる、どういうことだろうな。そこさ、たまに分からない時があるよね。ちょっと待って、なんでこれ下がるのみたいな時あるから。これ使えばいいんじゃない。重さでも戦闘力に影響あったような。おお、その通りです。重い装備の方が、そうだ、全体的な重さが関係していくんだよな。そうよね。それがあるか。重い方が有利ってなかなか珍しいよね、ゲームでね。ああ、またそれがいい、思いが強い。分かってらっしゃるみたいな。重い方がこう一撃が、ね、もうさ、ジャーンみたいな。まあまあ、私散々回避しててなんだけど、当たらんじゃなくて当たってもどうということはないがいいよね。よし、ちょっとマジンガーナックルを使ってみよう。ちょっと強くなったのよ。さあ行こうか。ヤマトさん、力を合わせましょう。なんだこれ、僕の計算なら勝てます。お前がそう言うなら勝てるんだろうな。だがよ、油断するんじゃねえぞ。あ、あんま変わらなかった。まあ、見た目もなんか別になんか、まあ打てて殴ってるようには見える。変なデコレーションがあんまりついてないから、それっぽくは見えるなっていう感じ。
あれガード無視ってどうやんだっけ。L2 押しながら攻撃でガードクラッシュ、ガード、ブレイク。 Thank you。 こういうこと。何も当たってなかった今。ガードブレイクがしやすいのもさ、うん、操作法として。あ、結構反射的にできるのよこのガードブレイク。 L2 押しちゃいいだけだからさ。ということはボスのバリアもガードブレイクすればダメだ。ダメダメ。よし、はあ、早くこうもう着せ替えしなくてもマジンガーを着たいな。マジンガーのアイコニックレジェンダリーって最高かよ。あ、これか。あ、でもそれこそさレベル80とかじゃないの。やっぱり危な。ああ、なるほどね、それはあるかもね。まだ多分全ロボとかあるんですけど、ロボじゃ全道具あれでしょ、実装されてないでしょ。ああ、そう思ったり。それはそうかもしれない。今後のアップデートでまたちょっとずつ。これさ、ジャンプ攻撃はちょっと強いとかないの。だそれもマザーボードの組み方で変わってくるかもしれないな。ああ、なるほどね。あ、空中コンボがなんとかっていうのもあったもんね。確か。それコンボの時間が続くとか。そうそうそう。全部は把握しないけど、そんなのがあった気がするわみたいな。うん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 。エペックって言った。レジェンダリーが欲しいね。レジェンダリーが欲しい。あぶね。くそ、当たっても大丈夫じゃないからこそこそ避けてるけど、本当は当たっても大丈夫がしたいんだよ。特に俺マジンガー来てるからさ。そうだね。食らったとこで10、10、10、10よ。いた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 。そんなもんじゃこのマジンガーは倒せねえぜみたいなこと言ってよ。それそれそれ言って。食らった食らった今。あたー。シェイ。いた。なんかもっとこうコンボないのかな。これなんかあんま減ってる気がしないんだけど、減ってんのかしら。数字見てくださいって言われるね。どっかで聞いたことある。OK。 どこ？なんか押してる。まだだ。まだでした。まだ？ウェイ！ブーストハリケーン。このハリケーンはフォースフィールドが自分の足元に出るから。ああ、そうなんだ。全然減ってないぞこいつ。うん。フォースパワーで普通に攻撃力2倍とかになるからな。あ、そのさ、フォースってどうするの？あの TP4 か5の必殺技を使うと出るのよ、フォースフィールドが。ああ、でそれを取るというか、そこのフィールドに入るとパワーが1上がる。フォースパワーが、フォースレベルか、フォースレベルが1上がって、それが4まであるのかな、オンライン。え、そうなの。うん、だからね、結構ね、フォースフィールドは大事かも。ガードブライク。TP 優先にしたから、ちょっと必殺技が溜まりやすいような気がしないでもないと言うこともないね。また私同じ必殺技で来てしまいましたが、あ、私も聞くのかなみたいな。来たね、バフ取りに行きましょうか。バフってこれあれかな、どっちかしか取れんとかないの。
両方取れんじゃない？あのなんだ、例えば2人ともアタックを取ったりとかさ、そういうことできるのかなとか。あの1人1個じゃん。取った？取ってない。取って取って。あ、じゃあ私アタックいただきます。え、両方取れんじゃん。そう。あれ本当だ、両方取れるじゃん。そう、両方取れんだよこれ。ルールが変わってる。うん。前作とルールが変わってる。マジか。何？これさ、技かぶるとさ、あの歌舞伎が優先されてさ、潰されるよね。あー、当たってないのかな。まあなんか前作は潰された気がするよ。そして私も使ってみる。歌舞伎重ね歌舞伎。そういえばさ、連携技ってどうなったんだろう。あ、連携技は多分装備しないかんのだろうな。あ、何かを必殺技として装備しないといけない。この歌舞伎ゾーンって何ですか。逃げて逃げて逃げて。え、2人で歌舞伎を使うと多分バフが大きくなる。そういうことか。そんな感じだと思われる推測ばっかだけど多分そうでしょ。多分そうでしょ。あ、これダメージ属性の武器には矢印がつくんだね。ダメージ属性の、あ、ダメ、あの弱点属性の必殺技にはさ、ちゃんと矢印みたいなのがつく。あ、本当？アップしてるでみたいな。あれ、どこで当たってんだか分かんない。今の私の当たってたね。どうだったろうか。やれる。あ、来た。あ、ビリ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 して、あ、ノー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 。しゃぶねー。あ、危ない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 。これってここで使えばいいんじゃない？有効的なのかな。いまいち実感できないところかな。もう出したとこに意義があるみたいになってるけど、こうやってほら、大暴れしとるぞよ。でもなんかちょっと5とか一桁がちゃちゃちゃっと見えるな。1か。どこに当たってんだか全然わかんないんだけど、あれどうしようね。あのビッグウェーブ、ビッグウェーブの逃げ方がわかんないんだよな。いて、すげえ食らった。今もうアリーナ席で食らったもん、ビーム。アリーナドカーン、アリーナドカーン。おお、もうでかいでかいでかい赤い玉が、でかい赤い玉がいっぱい。頭の悪い説明と、なんかバリアの発動の前兆みたいのがきっとあるんだろうな。ほっ、なんか嫌な予感がする。ちょっと離れよう。うわ、バリアー、バリアの前兆が全然分かってない。バリアーか。そこで腕もくわー。これか、ゲッタビームか。レディエーションブラスター当たってんの。当たってる。
これさ引き寄せられるね、このバリアに。バリアに、スパークブラストそこそこ減るな。あ、これだ、全然嘘だった。歌舞伎溜まると赤になるってことか。歌舞伎が溜まりそうで溜まらない。一体どこに当てればいいの。当てるとこは大体分かってきたけど、そんだけなの。げ、来るぞ来るぞ。ガードしてんのにダメなんですけど。ダメでしたね、同じくです。ガードしてたのにな。あ、でも結構当ててる、結構当ててる。とどめだ。うわっ、しゃー、やった。さっきよりちょっと楽じゃない。俺はもうさっきと同じゴリ押しでやったら結構減ってくれたから楽だったさっきよりちょっと楽か。あ、いや、拾ってこよう、拾ってこよう。エペック。ついね、こう地球防衛軍的な感じで、こう今ちょっと上がり下がりの練習しとこう。こうここでこうやって飛ぶ練習をね。いやー、お、トロフィーを得しました。空にそびえる黒金の城。あー、パーツをある程度集めたってな。マジンガーのグラビティ真空管を拾った、やったぜ。あー、そっか、それも拾わないといけないのか、忘れてた。俺も忘れてた。やった、マジンガー Z レフトアームマジンガー Z ライトアーム、すごい、マジンガーの両方拾った。拾ったんじゃねえか。あとはマジンガーナックルぐらい。イーグルブースター、違う。ちょっと待って。マジンガーめっちゃ拾ったな今回。マジンガーレッグスも拾った。あ、私揃ってる。マジンガー俺今回だけで揃ったぞ。あ、マジンガーナックル拾った66。おお、じゃあ全部拾ったんじゃない？結構今回俺の方もマジンガーバカバカ来てるわ。やったー。イランコアばっかり手に入る。ちゃうね、このコアが。なんとか真空管はないけど、あ、でも私ジェットスクランダー持ってないよ。あれ、ジェットスクランダー持ってない。うん。持ってなかったっけ。うん。じゃあ、あとジェットスクランダーのみかな、ひょっとすると。一回あれだね、あのエンカウントミッションでやってみるのもいいかもしれないけど、できるっけ。エンカウントミッションだと、なんかアイテムがいるやつ、あのあれするのに、そのミッションやるのにアイテムがいるんだよ。エンカウントビーコンってやつがいるんだよ。何の話をしている。武蔵ですけど、ど何か、何、どっから入る、何の話。でもオンラインではできないんだね、エンカウントミッションって。ひょっとしたらこう今この2個しかできないね。じゃあできないのか。そうか、できねえじゃん、あんま意味ねえ。 あれはあのね、すごいその資材とか拾うのに適したミッションがある。例えばパーツ拾いたいとか、あら、あと常設ユニット拾いたいとか、あのマテリアル拾いたいとかさ、そういうのに適したミッションがあるのよ。あのアイテムを1個消費してやれるミッションとかあるのよ。ない。ちょっと待って、ちょっと待って、これ何、これ、ロケットバランチ装備、装備あ、ちょっとその見てみようか、拾ったナックルを。ああ、そうそうそう、付け替えるもうちょっと顧問だしな。ああ、まあね、顧問はちょっと。あ、俺今回やりやすかったのってマザーボード変えたからかもしれない。ほんとする。うん？マザーボード。あ、マザーボード変えたって言ってたね。必殺技特化にしたの。ほう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 。あ、これいいじゃん。これ。
ックランダーもレベルアップしたぜ。ほ、マジンガーナックルにしました。ん、あの無手で戦ってるみたいでマジンガーっぽくていいよ。あ、ほんとね、これちょっとくる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 したいんだけど、モデルビューこんな感じでございます。メガトンパンチを違う必殺技に変更しましょう。めちゃちょっとこれ すごいね、ツヤが。じゃああれすればマットシール、マット、うん、うん、あれロケットパンチかな。 あったロケットパンチ。別に素材拾ってなくてもつ、あのなんだパーツは外装でもロケットパンチって使えるのね。え、そうなの。だって今普通につけれたけど。幻影外装、あ、このランスって使ったことないから使ってみようかな。あ、それもいいね、楽しみだね、それもね。俺もやりたいんだよ、使いたいんだけどさ。うん、見てこれランス、ランスね、ランスでランス、ヤンスみたいにこれこれいいよね、使ってみたい。やってみるか。あ、別もう揃った。あ、でもスクランダーか次。そう、そう、本物のロケットパンチがやっと使えるわ。あ、その真空なんとかってない？グラビティ真空管って今出たのよ。それそれそれ、グラビティ真空管。それを使うとゲッターも多分あれだよな、必殺技1個覚えれるよな。あ、そうか、あ、これそうか、着せ替え用に取っとくっていうのもありだな。ちょっと待ってよ。じゃああれもダメなのかな。ブレストファイヤーは、あー、ポリマーソレノイドがないなった。え、ハリケーンポリマーがない。あかん、ブレストファイヤー使いたかったけど無理だ。使い、まだ開発できん。開発、うん、ブレストファイヤーを、あー、そっかそっかそっか、グラ、あのロケットパンチはグラビティ真空管がなかったけど、今度はロケット、あ、じゃあ、ブレストファイヤーはポリマーソノレードがないとダメ。じゃあそのポリマーたち拾いに行くべか。あれ使う、あのなんかレアアイテムの、あれってどうなんだろうか。え、今のちなみに拾ったグラビティはエピックだったけど、うん、関係あんのかな。使ってみるか。あー、ダメダメダメ。使ってみるか。一回使ってみる。ベネフィットレーダー使うわ。ああ、それそれ、ベネフィットレーダー、ちょっと今売りながらやっておりますけども、っていうかこれ全然レベル上がらないな、ちょっと70から71で上げるのにこれどんだけ戦わなあかんのに、これ上がらないな、これ。まあいいね、まあ、やり込みゲームだからそのうち忘れた頃にレベル上がりますよ。まあそうね、75が最高だっけ今でもね。うん、あれ、ジェットスクランダーって、ジェットスクランダーって出る？ジェットスクランダーはジェットスクランダーって出る。全部イーグルブースターしかない。ああ、じゃあないんだ。わかりやすい、わかりやすい。もうちょっと分解しとこう。はい、あ、武器、武器分解しとかないと、武器がねめちゃめちゃすぐいっぱいになってしまうので、ね、これね、うん、だこまめなお手入れが大事ですね。この多分最大量増えてるはずだけど、でもいっぱいになるよね。うん、あれ、武器はさ、ダメなんだっけ。着せ替えできないんだっけ。できないっぽい。俺も選ぼうとしたけど選べなかった。武器は売っちゃおう。パーツだけなの、着せ替えできる。あ
うん。野良猫さんが羨ましいって言ってるけどさ。ごめんね、くしゃみ。拾えるよ、マジか。これ。うん。で、一緒に出撃、まだできないのかな。32万、戦闘力が32万しかないからって遠慮してるところがあるね、おそらく。まあそのさ、32万はいいんだけど、そのマジンガーが出るところまでは行ってるのかしら。そう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 、そうかそうか、そこまで行ってるやね。うん、あ、ストアで容量増やせんだって、課金で。うん、何の、あのアイテムの持てる数。あ、そう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 、それはね見ましたね。それをなるべく使わない使わないようにしてやる。そうか、いや、あのね、欲しいっちゃ欲しいんですけどね。でもあれだな、別にさ、あの商品アイテムとかじゃなくてさ、ずっとそれが永続的に使えるんであれば、まあそういう課金だったら俺もいいかなと思うわ。確かなんか30日間とかそんな感じじゃなかったかな。そんな感じか。よし、なんとかなんとか真空管。あのさ、そう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 、武器の開発ってあるじゃない。あれ、武器の開発なくなっちゃった？これか。パーツ武器開発。パーツ、これでさ、なんか出ないのかな？マジンガーたち。マジン指定開発だとマジンガー設計図がないんだよ。あー。設計図。本当だ。開発なんだよね。設計図も開発？そう、設計図もあのマザーボードの回路開発に確か設計図も開発できるはずなんで。マジンガーの？それはマジンガーがあるかどうかわかんないけど、もし出るとしたらそれでいくんじゃないかなと見てます。あー、なるほどね。そうそうそう、これの設計図開発で出るようになるんじゃないかななんて思ったりしてますが、私の推測はどうなんでしょうか。交互期待。うん、交互期待。ローグレシピってのがあるんだよね。あー、グラビティ真空管がない。今のところマジンガーとゲッターの設計図は見当たらないね。そうですか。ストーリー進めると出てくるのか、それとも後々実装されるのか、それとも全く別の方法なのか。ドン、また同じとこだけど。これでいいのかな。ちょっとだってさ、あー、出発してしまった。多分今現在これだけだったよね、多分マジンガーが出てくる、あの、私が出せるステージの中で。あ、そっか、ダメなんだな、俺ゲスト側だから検索とかかけれないんだよな、俺。え、入れる方いらっしゃらない？わあ、これジングルで使いたいわ、ここの音楽ラジオで。とう。どこ行った？お前がそういうなら、あ、ダメだ、ロケットパンチ使えない。え、よくできてやがるぜ。ロケットパンチ使えない、グレーアウトされてる。グレーアウト、要するになんか色が汗てる。あれグレーアウトっていうんだ。なるほどね、まあ言われてみたらそうかも。あ、使えない。やっぱりマジンガー Z ちゃんと装備しないとダメみたいだね。あー、着せ替えじゃダメか。着せ替えじゃダメだ。でもまあ集めがいあるよね。まあそうじゃないとな。うん、
まあ、あれかもこれ12月31日の年越しでやってもいいかもしれないけど、ずっと出るまでみたいな。課金ゲーになったからどこまで実装されてるのかがわからないのがちょっとね、あれ、まあ、しょうがないんだけど、マジンガーのレジェンダリーもそう、もうすでに実装されてるのかどうかもわからない。ああ。でも油断しないように。そうね。ああ、そうか。そこの辺がね、まだ。まあその辺もさ、触りながら。あんまり私攻略サイトというか、そのあんまり情報を見ない人なので、触りながらなんか、あとね、みんなに教えてもらいながら。そうね、そう、あのね、みんなとコミュニケーション取る手段の一つで教わるって結構いいなと思ってて、調べないんですかっていう人いるけど、うん、みんなに教えてもらうっていうのも、あ、大丈夫、知ってるからっていうのもさ、面白くないかなと思って。まあまだね、もちろん武蔵クロスはその、まあ、情報調べるにしてもまだ揃って出揃ってないからさ、今のところはもう経験則しかないじゃん。まあ、そうね、どっちにしてもなら聞くか自分でやるかしかないのよ、なんとか。うんうんうん。わちゃちゃちゃ。いや、この冬にさ、冬休みにこたつに入ってプラモデルを仕上げていく感じ。それがかつてやった休みじゃない、ね。あのこう、ね、さ、育てていくみたいな。よし、今日は左腕まで作るか。うん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 。ああ、そうか、パンチ使えないんなら俺必殺技枠1個減ってるじゃん。なんですって、不利になってもうた。しかも弱点属性、うわあ、弱点属性の武器枠を1個減らしてしまった。武器枠、あぶた、あなたうるさい、まあ、必殺技のね、メガトンパンチの代わりに使ってるからさ、ウロコトパンチを入れ替えた。あ、メガトンパンチが使えないんだよ。メガトンパンチって破壊だからさ、ダメージ、あの弱点属性なんだよ相手。ああ、それが使えない。しくじったしくじったわ。よいしょ、何しよう。よっ、減らない。じゃあもうルストハリケーンでなんとかするしかないな、俺は。何？あ、ちょっとちょっとちょっと、パンチしたらそれで進んじゃったから食らっちゃった。よいしょ。あぶなな、痛い。よ、あぶないない、なんかあれ、ガードボタンなんか違うのでやろうとしてた、なんかのゲームと間違えてんのかも。あるある、それよくある。とっさの、あの考えないで出すやつってなんか一番馴染んでるゲームだよね。俺もずっと武蔵を、あの前作をやり込んでた時に他のゲームでずっと攻撃で四角ボタンを押してた。あれ出ねえみたいな。ああ。よ、来たか、まだか。あとね、これ一つ気づいたことがあって、あの俺らやられるとさ、左上のリペアってのが減ってくじゃん。うん、あれなんか条件で回復するな、あのリペア。あ、それってさ、緑の箱取るとじゃないの？緑の箱はあの自分のヒットポイント回復でしょ。なんだって。いや、わからん、これタブチか。今までは俺はそういう認識だったから、どうなんだろう。私そのルピアが増えるものだと回復関係っていう、そのアバウトな
俺はその場でホイミがかかると思ってた。ケアルかもしれないじゃん。どうしよう、ケアルラ、ケアルラだったらどうしよう。嬉しい。嬉しい。感想嬉しい。そうだね、ホイミとケアルとあと何がある？それ以外に。キンタン。あー、俺それ言いたかったの出てこなかった。桃太郎伝説。おお。あとトンプクの術。あ、ダダジジ。はい、あのジャジャマル忍法帳私の配信でやっております。うん、それそれそれ。今まだね、あれべらがった。あ、位が上がった、位が。全部倒しました。なんで覚えてんねん、俺ジャジャマル忍法帳。やってへんの。今ね、あのレベル上げしてるから進めるのに。さてこいつなんですけども、ああ問題のビッグタンクっていうね、小学生がつけてそうな名前です。でわざとだろうっていうね。でわざとダサくしているだろうっていう。あれ？バフちゃん。あ、バフ忘れてた。じゃあ私先にあれ使うぜ、歌舞伎。オッケー。バフって。あ、バグってハニー3、2、1、0。あ、使えない。なんで？なんで使えないって。あ、使えるじゃん。なんだったの今の。もう、やだん。さあ、シャインスパークだ。これ、イメージね。イメージ。イメージ。俺のルスパーリケットも全部イメージ。え、12、13って何？やばい。あとは頼んだ。バグの時間だよ。歌舞伎使ったバグの時間だもん。こうだ。やった、かぶった。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 かぶってハニー。やだな。原人がかぶってる。あの水嶋優さんでしたね。ああ、水嶋優さんか。うん。それが今やってるというか。逃げてー。わー、昔数ヶ月前にクラファンで買ったコズミックファンタジーというレトロゲーム。あら、コズミックファンタジーコレクションとして、あの新しくスイッチで出たんですよ。俺そのクラファンで買ってあったから、もうただでダウンロード、もちろんダウンロードできるんだけど、ダウンロードしたら水嶋優さんの声のキャラが出てきて、おおってなってた。あ、そうか、水嶋優さんだったか、このキャラみたいな。コズミックファンタジー、皆さんご存知ですか？知らんだろう、コズミックファンタジー。知らない。コナン君だぞ。あら、うくー、 PC エンジン、 CD ロムロムだ。あー、そういうやつか。 CD ロムじゃないよ、 CD ロムロムロム。ちゃんとロムの、あの右上に D って書いてあったの。ロム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 。ウッチャリハンがもちろんって言ってた。おめえには聞いてねえよ。おめえ知ってんだよ。おめえは絶対知ってんだよ。それを知ってるんだよ俺は。もうこれが効いてんのか何なのか分かんないけど、打つしかないっていうか。主題歌西村智美さん、よいしょ。ポロリン、よし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 よ。だいだい、マリア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 。あ、これこれこれ、なー、これどうやっても引き継げないけど、この生き残った。あ、生き残った。このドンドンドンに合わせてガードガードか。歌舞伎がいつ溜まってんのかわかんないんだよね。捨て身じゃない、間違えた。よいしょ。なんか捨て身使っちゃったんだけど、間違えて。
捨て身はやばいぞ。捨て身はやばい。捨てたくない身。保身ってないの？保身。保身。鉄壁がそれじゃない。鉄壁じゃない。保身。保身。いや、俺じゃないっすよそれ。それ先輩がやれって言ったから。保身。保身。ターゲットがランダムエネルギー。どういう効果がある？この調子です。え、怒られない。怒らメンタルブレイクにならない。いやメンタルブレイクダメよ。あ、ちょっとそろそろ離れとこう。なんか怖い。もう理屈なんてない感。危ないからちょっと離れるっていう。なんか俺も離れちゃった。なんかなんとなく俺も離れちゃった。なんかその予兆が分かんないんだよね。このバリア張る予兆が分からんね。確かに。なんか変なさ、ピンクのニョロニョロが飛んでくるんだけど、ホーミングのニョロ、やらしい攻撃しようのかも。ニョロニョロ、そろそろか、そろそろか、そろそろか、そろそろです。パンチ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 、イエイ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 イ。危な、ちょっとちょっとダメダメ、離れて離れて。今のはパラパラパの玉ねぎ先生です。あったー。あったあった。あーダメ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 、クソ。1やった玉ねぎ。パラパラパ2でさびれて頭から目が生えとん。どうした、何があった。最高。あの後日談というか、なんかそのちょっと寂れちゃったんだよ。生徒がいなくなっちゃった。あの道場寂れちゃったんです。そんな。頭から目が伸びてるの最高。そんなことになってんの玉ねぎ先生。そうだよ。だからそれをまたパラッパが復活させてあげるんだよ、ラップで。あー、声出して笑ってしまう。ツイッターで、ツイッターっぽく言う。声出して笑ってしまう。よりゃー、マルチターゲットミサイル全然減らねえじゃん。来たよこれ。マジで。ちょっとやってみるか。聞いてた？当たって当たんなかったかな。当たってんのに減らねえっていう。ほとんど減らない。まあ減ってんだろうけど、ミリも減らんかったわ。びっくりだわ。これを。なんか変なとこに迷い込んじゃった。あ、反対側に行っただけか。これちょっと深追いは禁物よ。112、あー、これね、これをドーンドーンドーン。はい、ダメ。どうするんだあれ、どうすんだあれ。どっか大丈夫なポイントがあるのかな。その道を探さない限り。ターゲットの残存エネルギーさらに減少、あと少しです。いや、もうこのままガン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 しかない。ガンガン。歌舞伎はこの赤くなってると打てるってこと。赤いって何。レディーって出てると打てる。ああ、レディーじゃない、全然準備ができてないってことね、これ。でも俺が動画で見る限りでは姉さん準備できてる。え、本当。あ、やべ、本当だ。でもチンだ。慌てずに体勢を立て直します。嘘でしょ。うわー、あんだけやで、あと
あんまけそう。あーやっぱロケットパンチが敗因だ。ロケットパンチが使えなかったのが敗因だ。沈黙プレイヤー沈黙しました。どうするこれ。ロケットパンチ外してくる。使えないもん持っててもしゃあない。いや私が歌舞伎打てばよかったんだよ。まあでもあれなかなか歌舞伎打ちづらいからね。なんか分かってないんだよね。溜まってる状態がどこ見んのかさ。メーターの上にレディーって出る。なんか分かってないアンバサダー。来週のサザエさんは違う。いやこれ勝てたら今日の放送は終わりね。オッケー。じゃあちょっと待ってね。勝てたら3回ぐらい勝てなかったらどうしようみたいな。次で決めてやる。あそっか拾ってないもんな。ショップアクセスってなんだろう。あれでしょ、課金じゃない。ああなるほどね。あれどっかな。課金で売ってないのかな、真空管。あーなんかありそうだな。なんか多分セット系で売ってそうだな。うん、まあちょっとね配信中にアクセスすると配信が落ちたら嫌なので今はアクセスしないけど。勝つんだ女王ちょっと誰か最後参加しませんかこれ。続けてるやつがいる。なんかこう白に燃え尽きる。もうええわ早く外してこいよロケットパンチ。見つかんねえんだよメガトンパンチだよ。どこだったっけな。パイロットはちなみに今あ連携必殺だとやっぱり必殺技あるわ。あの枠にあるわ。真っ向勝負。装備中のアビリティ、今パイロットのねアビリティをね直しております。ハイデアサーチ持ってるもんな。なんか武器のドロップ率に全部振ってる気がするんだけど欲しいっていう。アドレナリン。あらストーリー進めたらゲッター解放ミッションってのが出ました。だってあらじゃあ一緒に。あでもマジンガーはできないか。そうまずゲッターだね。ゲッター行く？いいよ別にゲッター。もしゲッター拾いたいんだったら、うん、ね、参加してもらえれば行こうか。これ何？はあ、ここ68だから行けなくはないじゃない？この一番強いところ。あ、ちょっと違うんだ。拾うだけなら下げても二人で拾うって言い合う。拾うだけなら。これダメよな、メガトンの72だって。うわ絶対あかんて。コメガトン71ゲッターロボ。言うとねボスにもよるんだけどね。72でもボスが簡単だったからね。なんとも言えないんだけど、もし行くんだったらよゲッター拾うように。この辺いいんじゃない？ 68 ちょっとやってみようか。まあもしないんだったらまた我々は同じことをやる。あでも一回これやってみる。ちょっとあの弁慶とか落ちるかも。
ドロップ。あ、まだミッションが出ただけでまだクリアしてないんだみたいだね。ああ、そうするとダメか。じゃあまあどうしようか。さっきのとこ行くか。今のやつで、ゲッターのやつやってみるか。これやってみようか。オッケー。って言ってめっちゃやられんでしょこれ。何こいつみたいな。これなんだっけボス。そもそもボスがいないとかがラッキーなのかな。あのなんかフロアの確か出ないみたいな。え？融合が確か出ないんだと、うん、なんかビッグタンクとか固有のボスより難易度は低いよね。あのゴロリンチョだったらやだな。ああ、ゴロリンチョね。うん。分かってもらうのも嫌だけど。分かってもらうな、あの、なんかね、火残してくやつだろ。そう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 。さて、本日、最後の出撃になります。ヤマトさん、力を合わせましょう。ヒロエ、あ、なんか。お前がそういうんなら、勝てるんだ。だがよ、油断すんじゃねえぞ。溶岩のステージ。なんかあれかな、冷たいやつの方が技がいいとかあんのかな。冷たい技の方が気持ちいいとか。気持ちいいとかあるかもな。こっちがなんか100ポイント。あ、ねえねえ、これさ、パリあるんだっけ。パリ。あ、パリはなんかジャストガード的なものがあったと思うけど、パリーはどうだった？シャープ。よっしゃ、グラフェポイ、イエーイ。同じ必死で。昇竜拳、昇竜拳。よしよしよし。でもね、我々は今回限りではないので、まあね、うん、まあ割と土曜日はやるでしょう。どんな気分なんでしょうか。なんかあのでかいやつがはしゃいでると腹立つな。はしゃぐな、はしゃぐな、なるな。ぴょんぴょん遠くからな、あいつ。私たちだってはしゃぐでしょ。じゃあはしゃぐよ。私たちもでかい方よ。特に俺なんかでかいぞ。メガトン級やぞ。あ、そうね、あの2000パワーズ割とメガトン級かもね。あのボディ的なサイズで言ったら、そう、あのお兄やんの最高傑作があれよ、あの、ラジオでもね、メガトン級武蔵情報部 MMJ のラジオでも話題にしたんだけど、アンバサダーってあの T シャツをいただけるんですわ、はいはいはい、ね、武蔵の。それでサイズを選んでくださいって言うんだけど、 L までしかないのよね、うん、でお兄やんがこんなのチビティだっつって。チビティだもんだって。L なんかねえよって言って、全部チビティだよって。そうだよ、ほんとだよ。すごい武蔵の顔がすごいディフォルメされるから伸びて伸びて武蔵になってる。武蔵通り越して安倍氏になってるみたいな。ほんとそうだ、安倍氏に近い。安倍氏、メガトン級安倍氏。そう、でも L が割と私がちょっとゆったり切れるぐらい。そうだけど、ここで何、さっき歌舞伎使った？間違えた。だよね。あれが最後だと思ってた。これここにおった。ヘイ。
いいよな、エルデーザに少しゆとりがある。俺なんか一部の隙もないよ、エルデー隙がねえ。あのメガトン級武蔵って歌ってるんだから、こうメガトン級のサイズも用意しといてほしかったよねって。だよ、ゴエル強そうじゃん。ゴエルゴエルってさ、プロレスラーか。まあだって体型的にはあの多分ね、関取のあの基準クリアしますよね。その話だからなんでその関取の基準知ってんだよ。そうだよ、俺はなんで知ってんだって。身長も全然足りますから。なんで調べてんだよ。身長170ぐらい、思ったより緩い。え、関取って170でいいの？それぐらいだったんですけど。え、なんかもっと175だったか忘れたけど、その辺だったと思う。180ぐらいじゃないんだ。180だったら俺クリアしてねえの。あ、そう。アイコニック拾った。え、なんだろう。何？アイコニックレジェンダリーって言うた。え、お姉さんの声ちょっとテンション高鳴ってる前より。絶対気のせいだな。アイコニックレジェンダリー言うた。なんだなんだ。え、なに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 。え、アイコニックレジェンダリーあるんだったらそれ狙っていきたいよね。霧隠れレフトアーム、あれ何忍者のやつ、忍者のやつ。これ霧隠れさんっていう、今回新しく霧隠れだっけ、霧隠れさんは違う、霧隠れっていうなんか新しいローグが出たんだけど、それの左手が出た、うん、アイコニックレジェンダリー。あ、でもアイコニックレジェンダリーいいじゃん。これあのアンバサダーの一人がめちゃくちゃ喜ぶやつ。とある方がめちゃくちゃ喜ぶあのパーツだと思う。これあれ、これいいじゃん。あ、ゲッタートマホーク拾った。やった。やっぱちょっと最後、最後って言っときながら、やっぱあいつのとこまたちょっと行きたいけど、やっぱ2人だときついな。2人きついな。実際のさ、プレイヤーの体力が厳しいじゃない。うん、確かに、そう。え、この70に最後行ってみていい？ちょっとどんなのか。あ、いいよいいよ。もう一回、霧隠れのアイコニックに聞い取られてて。あ、ただ俺あれつけたからな。一回ちょっとあのベネフィットレーダーをこっそりつけといたのよ。あ、つけよう。今つけたよ。あ、つけようっていうか、私がつけるよっていう意味のつけようね。あ、うん、そうか、うん、いやいや、いいよ、270個くらいあるからいいよ。え、めちゃめちゃ持ってるじゃん。集めてたもん、一時期ずっと集めてたもん。ただ多分これも 出づらくなってんだろうな、思ったり。ちょっとね、今これからいくとこれ72なので、まあ、すぐ終わって帰ってくるでしょうっていう、はい、はい、ということでねっつって、うん、なかったことに、閉めてるでしょ、うん、もうあのもう締めに入ってます。箱がいっぱい落ちてる。僕の計算なら勝てます。お前がそう言うんなら勝てるんだろうな。長よ、油断すんじゃねえぞ。そう、あのね、そのヤマト君がね、まあこれ2期のアニメの方なんだけど、ヤマト君って高校生でしょ。高校生、ちょっとね、高校生じゃない芝居する時があるのよ。そう、うん、すごい男、男をこう出してくるなって思う芝居の時があって、だから実は記憶喪失になってるだけで、ヤマト君って高校生じゃないんじゃないかなって思い始めてる私がいる。ああ、高塾なんだ。終わった一言で。高校生やね。本当だ。
でもだからさ、10年10年さ男塾行ってる先輩どうすんだってんだよ3号生たちどうすんだよ、なんかこの3号生を10年やってるけどみたいな、いやそれってさ浪人でしょって、ダセーぞそれそう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 男塾ダメよそれ、男って名乗っちゃう、うんすげえ浪人してるけど大丈夫ですかって、でもやっぱ硬いね敵、うん硬いね、ちょっと私は早く J の概念が読みたいんですけど俺は幻のサンドイッチマンのコントみたいあ、ちょっと見るよ、あのショートコント男塾ってやつでしょそう、その内容を知りたい、一帯を制圧しました、よし、え、ちょ、51出るんだってこれ、はぁマジか、ほんとだ51、7分、あと7分で、あと7分で51はちょっと、いやこれもう、あの撃ってる場合じゃない、撃ってる場合じゃない、叩きに行って貯めないと間に合わない、まずい、すげえ切羽詰まってます、2人で昇竜拳、猫ひろしか蝶竜拳、蝶竜拳、猫さんいい方でしたよ本当なんか見るからに、うん、あのすごい真面目な、あのお酒飲めないって言ってそうなんだ、うん、あの飲み会の時に正座して座ってらっしゃったけど真面目だな、うん、猫さん私の肩ぐらいだったよサイズが、あそうなんだ、うん、まあ、過去あの私も大きいのでね、私も170あるので、そうか、猫さん170あるの、そうよ、だからあのこの2000パワーズはねでっかいんです、でっかいね、178あるかもな、うん、そうだもんね、うん、あーもういい、使っちゃう、使っちゃう、あーもういい、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 使ったね、よし。じゃあ、ちょっと D のっていう文字が見えて、コメント欄にちょっとすごい気になるんだけど、今それ見たら死んじゃう。高校生って男爵ってなんだよ、もう。教員の方だろう。もうガンガン、ガンガン打ってく。最後の方なんか融合型ラッシュなんだろう、もうそうやって知ってる、いや歌舞伎撮ってあるよ私、うん、危ない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 、なんか飛んできてんないっぱい、うーそうね、ちょっと。うわ、減った。なんか緑のが落ちてた気がするんだけど。緑の箱があった気がする。もうそんなものは得意ない。ほ。あれ？よっ。これもう硬いね、であの武蔵の2期のアニメって YouTube 公式さんの方で見られるんだっけ、見られるね、やってます、また、はい、
係なしでやってはりますわ。すごいよね。そうですね。なかなか新たな試みばかりやってる。箱ちょっとなんか なんでこれ違うとこに行くのよ。ただ使いまくりでどん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 。そうよ、フォースフィールドも拾っていかないと追っつかんだ。ちょっとなんかこのさ、ロックオンがさ勝手に交差するときない？あるあるある。こあの A のやつにつけてるはずなのに B になる。さあ来るか。誰コメント欄にワンターレンって書いてるの？あれ誰だっけ、死亡確認は誰だ？え、ワンターレンでしょ。あれワンターレンだよな。そのさ、平八外伝でさ、昔のワンターレンとの出会いがさ、平八と。ああ、はいはいはい。うん、暑いね。あ、そういうの暑い。うん、よーそうでもない。乾燥そこよな。乾燥そこ、そんな減らないか。俺もナイツオブグランドの方が減るって嘘やろ。歌舞伎ファンクションの意味よ。ってそんな弱いのか。残り1か。あら、こいつだけ。そう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 。もう少しだよ。終わりじゃ。なんとかなったね。いいラーニングになった気がします。え？後でみんなに知らせます。あ、勝った。72のところ。ミッションを成功に導くことができました。72でもこういうのだとそんなに難しくないんだよね。はあ、61でもあのビッグタンクが出てくるとしんどかった。いや、きついきついきつい。ちょっと当面あのビッグタンクをどうするか。あのフラッシュ攻撃ね、あのドンドンドンがどうする、どうする。あれね、避け方が分かんない、防ぎ方が。グラビティ真空管来た。お、いいじゃん。ほんでもう一つのゲッターのあれも解放できるってことか。そうそうそう、いいじゃないですか。こうやってやってあのみんなで取ってこう。あ、ハリケーンポリマー拾った。あー、いいな。そっちも欲しい。ただ、まあ、どっちしてもあれ揃えないかか。マジンガーとかのパーツを、まあ、でも、うん、普通にね、難易度低いとこ行きゃさ、マジンガーのパーツでも普通に行けるからさ。でもだってこれでさ、一気に集まっちゃったらさ、つまんないじゃない？そうね、まあそうね。うん、ここはうまいことできてるわ。そう、ちょっとずつ。そうそう、階層だけじゃダメよって、うん、さあ、なんかすぐ帰ってきますって言いながらやっつけちゃったんだけど。やっつけちゃったんだけど、しました、なんとかしました。いや、もう次回、うん、次回やっぱり強いマジンガーを取ってきたい。うん、どん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 出てくるよ、やりたいこと。どこまで出るかまず見たいね。あ、そうだね。からまず出るかどうかを。うん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 。そうね、まずレジェンダリー取ってかないと。なので、もし参加してくださる方いらっしゃいましたらですね、今始めた方、まだ間に合います。次の土曜日にまた、はい、はい、やっていこうと思いますので、まあ、それまでにはどうにかこうゲッタやマジンガーのこのミッションは解放されるんじゃないかなと思います。とりあえずダーッと進めるだけだったらできるもんね。うん、ストーリーをダーッと。そんなにやっぱね、こだわったらそれは時間がかかるけれども、なんかストーリーを追いたいなっていう方もまあバッと見れるとは思うので、うん、
ちょっといろいろそうね、試してみようと私も。いろいろちょっとね、試せるとか増えていくね。そう。で、我々2000パーズの放送はだいたい土曜日にやっておりますので、はい、だいたい21時から30分はツイキャスの方で、やっていきますね、レディオっていう、レトロゲームを発売順に語っていくっていうね。はい、レトロゲームとレトロゲームの思い出みたいので話をしております。はい、はい、それ終わった後ね、この YouTube チャンネルで配信しているので、そちらもどうぞよろしくお願いします。そちらもっていうかこちらなんだけどね、うん。はい、それではいつものインフォメーションです。毎週火曜日23時から24時は FM ホット839で、ラジオ番組シュガーハウス佐藤家で、私とダーリンラジオパーソナリティやっております。 FM プラプラのアプリで聞いてね。で、ゲームのお知らせはですね、私のツイッターアカウントでお知らせしております。そして元新人のレトロゲーム実況チャンネルでは、はい、今ですね、レトロじゃないけどポケモンやってます。お、ポケモンバイオレットやってます。お、ポケモンバイオレットのポケモンを捕まえるために旅に独自の自分で作ったプログラムを走らせて名前を吐き出すという、つまり名前がめちゃくちゃな名前をつけていって、なんか奇跡的になんかうまい名前ならんかなっていう試みをしながらポケモンの実況やってます。すごいよね。いやー、もうなんか名前とかもドゼゴベボーとかよくわかんない名前なの。ランダムもう1文字ずつ完全ランダムなんで、それをまあプログラムで吐き出すっていう、自分で作って、うん、はい、ポケットモンスターバイオレンス、バイオレンスじゃない、ダメ、暴力ダメ。ポケモンで暴力ダメ。あいつらトラックとか普通に破壊する力持ってんだからダメ。バイオレンスもねやっております。はい、あとこのメガトン級武蔵も、鬼屋の方でもね、 YouTube チャンネルの方でも、うん、前作の武蔵のストーリーをちょっと追ってます。こんな感じ。いろんなルールっていうのかな、まあいいのか、知りたい方はですね、こっちよりもですね、鬼屋のチャンネル見ていただく方が勉強にはなります。おそらくで、うん、結構ね、なんていうの、ダッシュ攻撃ってみんなね知らない人多いんですよ。そういうのも説明してます、ね、何ダッシュ攻撃って。俺のチャンネル見てこいって、丸ボタンを押して、丸ボタンを押して攻撃ボタンをすぐ押すとダッシュ攻撃。あら、ちょっとやってみよう。結構便利なので、ね、使えると使えないとじゃ大違いですとね。まあそのダッシュ攻撃知らなくてもここまで来れるわけですよ。そうなんです、みんなの力で。そうなんです、アクションロープレーだしね。うん、そう、ね、オンラインになったらみんなに助けてもらえるんですわ、こうやって。そう、うん、ね、なのでこれからも参加型でやっていくので、はい、よかったら遊びに来てください。お願いします。はい、でもあれだよ、始発とかも見てね、鬼やんのやつ。ああ、やってますからね、うん、伝説のクソゲーオブザイヤー2002だっけ。うん。2000なんだっけね、輝いた、史上初もやっておりますのでね、お願いします。そう、はい、そちらもね、どうぞよろしくお願いします。それでは、これもお相手は、2000パワーズ、マリアと2000パワーズ、元新人でした。それじゃ、またね。